こんにちは、翔太です。今回はキングダムハーツダークロードやっていこうと思います。で、今回やることとしては、新しくですね、お知らせ見ていくとわかるんですけど、新エネミーが来ていまして、カラフルグミハンマーですね。で、1体で 500BP もらえて、10体出てくると。で、1日10回までなんでさ、1日5万 BP もこれだけでもらえるということで、ちょっとやっていこうかなと思います。で、その前に、私今回レベル31、2に上がる段階までやってきたので、レベル32にしていこうと思います。はい。で、レベル31からですね、これまで魔法攻撃力の方が上がってたんですけど、普通の攻撃力の方が上がってきて、まあ、じわじわと物理攻撃力が、魔法攻撃力に近づいていってるような状態になっています。はい、じゃあイベントやっていきます。ちょっとこれ大変ですよね。日替わりのエネミークエストと新エネミークエストを、合計40回毎日やんないといけないんで、私も今夜の9時で、ここから 40回もやるのかと思うと若干ちょっと大変なんですけど、頑張っていこうと思います。で、私今レベル32で、カードは正直全然揃ってないです。まだ30枚全部埋め切れてもないような状態なんで、ただ余裕ですね。非ダメージはそんなにないので、このレベル帯までやってくると、正直死ぬことはなさそうです。ちょっとこのまま、クエストを最後までやっていこうと思います。おそらく、最後までこのレベルの敵だと思うので、大丈夫だとは思うんですけど、まあ、2しか食らってないんで、相当このリロードが遅れても大丈夫ですね。まあ、ちょっと今回は、動画にしてるので、リロードに関しては手動でやっていこうと思います。なんとか一周で倒しきりたいですね。というか、スイカ割りイベントの給仕、何でしたっけ、ボスキャラのだけが出てくるようなイベントもあるってことなんで、早くあれも来てほしいですね。ミッキー早く、10枚重ねたいんで。あー、マジか。おーし。敵はずっとレベル25なんで、最後に強くなったりすんのかな。ちょっとそれだけが気になるんで、最後までやっていこうと思います。あ、今2倍に入ったんで、この2倍の間になんとかやってほしいですね。これ今やってる感じ結構時間かかるんで、10回やるの、多分私このゲームの中でかなりレベル高い方だと思ってるんで、結構大変ですね。レベル20ぐらいの方だと、そもそも非ダメージも大きいでしょうし、ダメージも結構与えないといけないんで、これ大変なイベントだな。レベルがずっと25なのが救いですね。
この2倍のうちになんとかこいつを倒しておきたい。こうなってくるとミニとか抜いた方が早く終わるかもしれないですね。2倍やったのになんで倒しきれてへんねん。いいけど、これで終わりか。で、これが10体目。あ、25ですね。なんで、1体を安定して倒せるなら、時間さえかければ、最後まで倒せると思います。で、まあ、一応5000もらえるんで、時間効率はいいんですけど、これ待っとかないといけないんで、フリーバトルみたいな気軽さがないですね。まあ、ちょっと、火が弱点っていうところで、火メインの、まあ、ファイヤーメインの、編成を組めば多少早くはなるかもしれません。あ、終わりましたね。まあちょっと私のレベルでこのぐらい時間かかるんで、まあ結構大変かもしれないですけど、まあバトルポイントはいっぱいもらえるんで頑張っていきましょう。これからもユニオンクロスやダークロフトの動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。